電話それ。20分近くかけ出雲坂根駅からの三段式スイッチバックを終えた木次線の列車は 726.81 メートルと JR 西日本管内で最も標高が高い新野原駅に到着です。実はこの新野原駅はスキー場の真ん中にある駅。駅の前には新野原スキー場が広がっています。中国地方屈指のゲレンデとしてシーズンには多くのスキー客でにぎわいます。スキー場を背にしながら終点の備後落合駅を目指します。木次線は新野原駅までが島根県、駅を出てしばらくすると広島県に入ります。山陰から山陽へ、川の流れも今までと反対になります。新野原の次の駅、雪駅を過ぎるとそこは木次線の終点、備後落合駅。右手から芸備線の線路が合流してきました。新地駅から 81.9 キロ、およそ2時間30分の木次線の旅もここで終わりです。木次線が芸備線と接続する備後落合駅、今や無人駅となってはいるものの、中国地方のローカル線巡りをする際には必ず訪れることになる重要な駅。待合室に置かれた雑記帳にもそんな鉄道好きの人々の思いの数々が見て取れます。ここ備後落合駅で木次線から乗り継ぐ行き先は二手に分かれます。こちらは岡山県の新見方面へ向かう上り芸備線、こちらは広島県の三次方面に向かう下り芸備線です。どちらへ向かうか、木次線の後も中国地方を行く鉄道の旅はこの先さまざまなルートを選ぶことができます。芸備線の列車が出発すると、木次線の列車もまた
元来た道へと出発します。山間の障壁を舞台に列車同士の短い出会いと別れが日々こうして繰り返されていくのです。でしたか。奥出雲を行く木次線の旅、そこには悠久の時の流れを感じさせる神話の世界への入り口があり、2代にわたって駅長が受け継ぐこだわりの味があり、匠の技もありました。この木次線には山里ならではの人の心のぬくもりが映し出されています。